ヤコルポスです。そして高瀬です。はい、ということでですね、はい、僕たち今、うん、まあ、自分たちでもなんかどこにいるかあんまりよく分かってないんですけどあのですね、ちょっと別の撮影をしてて、うん、で車で通ってる時にですね、あのすごい三つ股が咲いている場所を見つけたんですよ、はい、で今後ろにこう点々点々って映って、うん、いるのが三つ股なんですけど、はい、ここが本当にね、あのかなり綺麗で、うん、あのちょっと通った時びっくりして戻ってきちゃったんですけど、今日はですね、はい、ここで三つ股の写真をね、撮っていこうと思います、はい、ということでね、じゃあ早速撮っていきましょう。レッツ撮影。はい、ということでですね、はい、まず1枚目は、うんうん、ここで撮ろうと思うんですが、はい、今もうすんごい規模の三つ股があるんですよ。そうですね、ね、うん、で、三つ股って結構白いじゃないですか。そうですね、だから光をまあ反射するんです、ね、うんうん、で逆に上今森、そうですね、こっち暗い森、うん、だから明暗差が生まれるんですよね、はい、だからこの白と黒を、うん、まあ、ちょうど半々ぐらいですかね、うんうん、に入れてですね、今から縦構図で、はい、撮ってみたいと思います。はい、はい、ということでですね、設定は全体にピント合わせたいので、はい、F 値は8で、ブレないぐらいのシャッタースピードで60分の1、結構夕暮れで、あの森の中ということで、あのかなり暗い場所なので感度をね、ここまで上げてで撮ってみたいと思います。はい、ということでですね、はい、続いてたかしくんが、撮っていこうと思うんですが、はい、次どうやって撮るんですか。次はですね、この100万100の望遠レンズを使って、うん、あそこのね、すごい奥に神社の鳥居があるんですよ。神社の鳥居、はい、これですね。そう、それを望遠で、うん、あれを主体にして、うん、でこう三つ股がずっとこう手前の方まで連続で続いてるので。なるほど、はい、だからこの辺の三つ股は前ボケとして入れて、うん、で奥の三つ股は真ん中に入れて、うん、でこう一番奥に主題の鳥居を入れるっていう。なるほど、綺麗に隙間から見えてますね。鳥ちょうどね、こう木の、あの幹の間に ねあるので。なるほど、これを望遠の縦構図でね、はい、切り取っていこうかなと思います。はい、はい、で設定なんですけど、うん、もうがっつりぼかすために、うん、F 値はもう開放の 5.6、はい、そしてシャッタースピードはまあブレない程度の250分の1、はい、そしてそれに合わせて結構暗いのでね、ISO を800まで上げております。はい、じゃあこれで撮っていきましょう。はい、撮ります。はい、すんごい体勢で頑張っております頑張れ、どう、ちょっと待っていいの撮れた。はい、マジ準備して。え、かっこいいな。かっこいいねんけど、なにこれ、なにこれ、かっこいい、マジで、え、マジで、バチピンやん。え、バチピン、バチピンやん、お前えぐない、えぐい、これは、え、次はですね、はい、70-200 の望遠レンズ、うん、で望遠端 200mm を使ってですね、はいはい、円形にある三つ股を撮っていこうと思います。これですかね。それですね、はい、あっこポツンってあるんですよ。ポツンとありますね、本当に。で後ろが、まあ、木が多いんで、そう、ね、あの三つ股の白がより映えるんですね、うんうん、で今僕たちね、こう身長の画角から見た時は、うん、こうなってるんで若干草がかぶるんですけど、うん、撮る時は、はい、こんぐらい下から、はい、ローアングルでこう撮ることによって、はい、こう三つ股の白の背景が全部気になるんですね。だから三つ股が、目立つようになると。確かに。だからこれを 200mm 縦構図で、うんうん、撮っていこうと思います、はい、で木もねこう、うん、結構なんていうかいい感じにこう、うんうん、ね、整って、ね、こう真っ直ぐでね、木がまっすぐ、うん、そう生えてるので、できるだけね、はい、こう僕もまっすぐ縦で、撮って、うんうん、でかつ、F2.8 で後ろがボケていくように、はい、撮っていきたいなと思います、はい、で設定はですね、はい、200mm なんで、ブレないシャッタースピードで200分の1、はい、で、F 値はですね、うん、あの後ろ全部ぼかしたいので、はい、2.8 にしております。であとは、はい、明るさが合うように今感度1000
にしてこれでですね、縦構図で撮ってみたいと思います、はい、今これ横構図なんですけど、はい、まあ、横でも綺麗なんですけど、うん、縦の方がねこう木のねこう生えてる感じが出るので、そう、ね、縦構図で撮ってみたいと思います。はい、どうですか。いや、めっちゃいい。おお、オッケー。はい、ということで、じゃあ次います。はい、ということでですね、はい、続いてたかしくんが、撮っていくんですけど、うん、今何ミリつけてるんですか。まあ、14ミリです。はい、14ミリの超広角で三つ股を撮る、はい、ということで、じゃあどんな風にいきます。ここにね、うん、すごい近いところに三つ股があるので、うん、これをですね14ミリの超広角で、うん、すごい近づいて、うん、この辺のやつを前ボケで入れて、うん、でこの辺りにピントを合わせて、うんうん、で奥のこの林たちはぼかすっていうね。なるほど、そういう撮り方でいこうと思います。はいで設定はこんな感じで、うん、もう思いっきりぼかすために F は開放の 1.8、はい、それに合わせてシャッタースピードは100分の1で ISO100、はい、こういう設定で撮っていこうと思います。はい、どう。いや、なかなかいいですよ。いい感じ。いい感じ。あ、結構いい感じやん、うん、ね、14mm のダイナミックな画角でいいっすね。 14mm やっぱいいな、はい、14mm は、うん、はい、ということでですね、はい、三つ股の撮影お疲れ様でございます。お疲れ様でございました。本当にね、なかなか、いい場所にね、運よく巡り合えて、うん、本当にね良い撮影ができたんじゃないかなと思います。はい、特に2枚目は良かったね、うん、鳥良かったね。鳥居ほんまに良かった、びっくりした、うん、あんな隙間にちょうど鳥居見えるなんてね、綺麗に困ると。いや、あれは本当ね、うん、ナイスですね、うん、ナイスです。そう三つ股はですね、3月終わりから4月上旬ぐらい、咲いているお花なので、はい、本当にね、めちゃめちゃ綺麗というか写真映えするね、お花だと思うので、ぜひ皆さん、機会があれば、三つ股撮ってみてください。はい、ということでですね、はい、こんな感じで、今日の動画は終わろうと思います。本日も皆様ご視聴ありがとうございました。少しでもよかったな、参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。お疲れーす。いいっす。マジ綺麗な背景、ええなぁ、ええなぁ。